ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。前回のササビーの制作でこちらの両足が完成しましたので、ちょ両足それから腰、上半身と、パーツが揃いました。なので、今日はこれらのパーツを合体させたいと思います。ササビーの制作も少しずつこう終わりに近づいてきました。で、一応これらパーツ揃ってますので合体させたいと思います。それからまずは下半身からいきたいと思います。それでこちらの腰のパーツなんですけれども、この足をくっつける部分がこういう感じでこう前に行ったり、あとはこう後ろに行ったりですね、こんな感じで結構動いてくれますので、比較的足のポーズの自由度がこう高くなってますよね。それではこの腰の部分を足とくっつけたいと思います。これで下半身の部分完成しました。いや結構ずしっときますね。いやなかなかかっこいい。この横から見た感じもいいですよね。この、まあ、足のこう後ろの部分のボリュームとこの、まあ、腰の後ろの部分ですね、まあ、お尻の部分のこのボリュームがちゃんとこう調和しててですね、なかなかこうバランスも取れてますね。うん、サザビーの足は、まあ、横と後ろにこう広がったちょっとこういびつなデザインなんですけれども、この腰の部分と綺麗に調和してますね。うん、かっこいい。それではいよいよ上半身と合体させたいと思います。よっしゃ。おお、やっぱすごい大きいですね。サザビーの本体部分こう合体が完了しました。いやー、ちょっと言葉が出ないぐらいかっこいいですね。いやー、すごいすごいなー。ああ。これまだ形としては全然というか、こうバックパックがついてないのでまだこうちょっと寂しい感じのはずなんですけれども、このままでも十分かっこいいですね。おお、すごいな。わ、どのすごい、どの角度からでもかっこいい。これすごいな。この後ろもなかなかいいですよね。こう肩とこう足のラインがこうなんていうんですかね、対照的で、さらにこの腰の部分もこう主張があってっていう。で、腰とこの足の部分のこう調和が取れてるんですよね。あの大きさのなんかすごくバランスがいいですよね。うん、いや、このデザインすごいですね。いや、ほんとすごい。あのここにバックパックがついてると、こうそこに気を取られてしまって、このシルエットに気がつかなかったりするんですよね。というか、まあ、僕は気がつかなかったんですけども、こうバックパックなしで見るこのサザビーのこの後ろからの雰囲気、いやー、ほんとよくできたデザインですよ。すごい。で、こうトータルのシルエットとして見てもこう完成されたこうデザインなんですけれども、うん、こうやってアップで寄ってみてもこうパーツ一つ一つがすごくかっこいいんですよね。いやー、すごい。今こちら横にこうザコを持ってきたんですけれども、これ144分の1じゃないですよ。これマスターグレードなので、同じ100分の1スケールです。こちらも100分の1、それからこちらも100分の1、同じスケールなんですけれども、まあ、ザクとササビーってこれだけ差があるんですね。100分の1と144分の1みたいな縮尺になってますけれども、すごく
でかいですよね、やっぱりサザビーって。でザクもこんな感じで、まあ、さすがマスターグレードということで、こうかなりリアルには作り込まれてはいるんですけれども、こんな感じでサザビーの横に並べるとちょっとやっぱ見劣りしちゃいますね。というかサザビーが迫力ありすぎです。すごいな本当に。うん、ザクもいいのにな。でサザビーの制作もようやくこの本体のところまで来ました。で次回はですね、後ろのバックパックですね、この後ろにつくバックパック、それから、ファンネルですね、あのあたりの制作をやって、あとはシールドとか武器とかの制作にも、随時入っていきたいと思います。